うございます。こんにちは、そうです。こんばんは、そうです。皆さん元気でしょうか。僕は元気です。たくさん寝たんで。本日9月30日、金曜日、ここの滞在先も、最後、そして9月も今日で最終日ということで、今日は1日、まあ、ある意味予定は特に決めてないんで、1日中家探しっていう感じになると思うんですけど、ちょっと午前中だけせっかくこの地域、来たんで、何ホームセンターなのかな、なんかね、アナコンダっていう多分チェーン店なんですけど、なんか釣り具とかキャンプ用品とかそういうのいろいろ売ってるとこあって、そこ見に行きたいなと思って、そこに今から行きます。で、周りにもいろいろなんか店、あるみたいなんで、そういうとこも見ていこうかなと思います。行ってきます。うん、右ですか。今日は右です。ここの信号かな、これ。そうだよね、緑色は多分ちょっとばっかりとかなんだよね。ああ、なるほどね。そうなんだ。結構いるよね。いるね。マクドナルド・ジョーンズ・スタジアム。なんだろう、あ、スタジアムか、スポーツの。ああ、なんでマクドナルド。あ、出てくる。これタッチすれば見えるよ。来た、アナコンダカヤックボーティングとかも書いてある。アナコンダ来ました。おお、すごい。なんか早速すごいね。わ、すごいすごいぞ、なっちゃん。なんかすごいぞ。お、なんか早速ここに入ったら水槽がありますよ。魚いる。えバラマンディだ。あのちっちゃいのいるんだ。違う。まあそうだよね。ちっちゃい。最初は小さいよね、それ。ちっちゃい。ここにめっちゃちっちゃいバラマンディがいます。え、やば。入るんだ、こうやって。バラマンディイコールバカでかいものってイメージしかないからさ。入るね、正直じゃ。家で。本当だって。そうだね。すごい。すごい。え、安いね。安い。これサップだよね。ボディーボードか。でも安いね。なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、めっちゃ釣りがある。やばい、見て見て見て、ちょっと待って。え、なんか宮城の釣り具屋よりあるんじゃないかぐらい、ものすごい数の釣り具が売ってますよ。なんかすぐ始めやすい初心者セットみたいな感じだろうね。だって比較的ほら、これも199ドルです。まあほら、初心者セットっぽい感じだね、おそらく。でもこれアブの初心者セットで、ほら99ドルだよ。オフショアかな、これは。でもめっちゃ安いな。
239ドル。ねえ、なんか日本にあるさ総合アウトドアショップ的なとこでもさ、うん、こんなに売ってないよね釣り具。ここ何セールだよ。おやば、めっちゃあるじゃん。すごいね。日本にあるやつはない？あ、でもこのシマロのセドナとか、うん、日本にもあるね。これもあるんじゃない？エクセラか。これあるね。PG とか。フリームするの。うん、フリームする。よく知ってるね、なっちゃん。いや、見た。こっちは？わかんない。わかんないね。お。なっちゃんの。お。ストラディック SW 高いな。高いのかやっぱり。高い、だってこれ2万円ぐらいでしょ日本で。327ドルだもん。うん。相当てか安い。バークレーだよ。うん、バークレーの相当てだ。29ドル。うん。バンフォード。まさにこれで俺の高い高い。うん、そうなんだやっぱり。やっぱり7、8000円は高いね。うん、どれ？アブのこのさ、かわいくない？色かわいい。めっちゃかわいいよね、これ。日本にある。何用なんだろう？ねえ。こんな感じで。店内がめちゃくちゃとりあえず広い。竿もめっちゃ浮いてあるし。すごいね。何でもあるわ。お、なんか短めの竿があるよ。バームもあるじゃん。小さいワームあるのかな？小さいワーム？アジングとか。あー、あるんじゃない？めっちゃ面白い。全列にこう全部の列にこう竿が立ってますけど、基本的になんか超高級なタックルがないねここには。そうだね。あのステラとかさ、さすがにね。ね、ステラとかツインパワーはないね。お、ジグじゃない？本当だ。ノマドデザインのジグ、60gかなこれ。どこのジグ初めて見た。あ、でもなんかすごい俺は好きな感じの配色。なんでこの目でかいの？ちょっと高いねやっぱり。14ドルするもん約。エギ放ってるよいっぱい。おー出た、エギ。エギ種類やっぱ豊富だよね。そうだね。こっからここまで全部エギだもん。そうね。見て、ん、かわいい。すごいよこのエギ。それエメラルダスじゃないの？ダイワの。あー、ダイワで、うん、ダイワのエメラルダス。カラカラはしないみたい。この辺を見てほら。あー、なんかでもあれだね、振り出しのタモがないね。確かに。ねえ、全部もう伸びてるやつ。あれかな、やっぱりシドニーとかもそうだけどさ、足場が近いからかな。そうかもよ、だってそんな高いのないもん。そうだよね、日本だとさ、うん、振り出しで6メートルとか普通に、うん、99ドルキャンプコーナーですよ。すげえ。お、めちゃくちゃかっこいいんだよ。ポータブルっぽい。マジで。ハイアンビギナーキット。ああ、そういうことか。コールマンじゃないよ。クールマンだ。俺もパッと見コールマンかと思ったけど。え、これかっこよくない？ちゃんと仕切られててさ。かっこいい。持ち手とかも超ごつい。天幕みたいな。オーツーバーなんてかっこいいね。知らないメーカーだけど。ホットサンドメーカーこれ。アナコンダさんの色はやばい。面白かった。あんなに買うのってぐらいさ、陳列されてる竿もさ全部同じ種類なんだよね。あ、そうなんだ。そう、結構一列ないっぱいあるけど全然種類置いてるわけではない。なんかね、思ったよりこう、ま、シマノとかダイワとかの日本でよく見る結構高い竿とかそういうのはあんまなかったね。全部なんか初心者セットみたいな感じで100ドル200ドルでセットになってた感じでしたね、うん、面白かった、うん、めっちゃお腹空いたんでハングリージャックス食べに行きます。ハングリージャックスは日本のバーガーキングです。今日のお昼はハングリージャックスです。本当に分かってたことだけどさ、ジャンクフードだらけだよね。ハンバーガーとチキンとそんなんばっかりですよ。ベター、おお、ハングリージャックス。まだこっち来てから食べてないもんね。
買いました、かわいいんだよね。かわいいよね、うん、あ、それでチキンは KFC で買いましたコーラ、うん、なんか王道の王道のジャンクフードって感じ、うん、わー、美味しそう。いいね、よし、食べよう食べよう。はい、じゃあね、じゃあね。もうでかい。あれ、あ、そう、袋がさらに入ってる。すごい。なんだっけこれ、アンガスグリル、ビーフアンガスワッパーみたいな感じ。ベーコンチーズみたいな感じ。俺のはダブルチーズワッパーかな。もうでかい。でけー。日本にも普通にどっちもあるかな、日本に。でかくない、なんか。でかいよ、ワッパーはでかいよ、うん、でっか、やばい、くそでかい、うん、でかさ伝わるよね、さすがに。俺が持っても伝わるよね、うん、超でかいよこれ、ね、いただきます。うん、やっぱバーガーキングうまいね、うん、すげえ。美味しかったね、めちゃくちゃ美味しかった。腹いっぱいすぎてやばい。いや、私こっち来てからさ、めっちゃ食べる量増えたね、それは思う。絶対太った。あ、ということでマジでお腹いっぱいすぎてもう喋れないし、動画なんか持ってるほかなんでちょっとじゃあ失礼しますじゃあねみんな、午後は今ちょうど昼ぐらいなんですけど、午後は家探し引き続き頑張ります。ちなみにね、なっちゃんが昨日2軒、インスペを撮ってくれましたので、来週2軒見に行くことができます。もう1軒撮れそうね。はい、そんな感じで物事がいい方向に進む気がします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。